他の診療院の岡野です、えー、今回はですねヤフーニュースで結構面白い、えー、秀逸な記事がありましたのでそれを、えー、踏まえて紹介したいなというふうに思います免疫力という言葉が不適切な理由ととんでも健康情報に踊らされないためにという峯宗、えー、太郎先生という、えー 病理専門のお医者さんですねこの方が書かれてる記事なんですけどもこれがとても秀逸でですねやっぱり私も結構免疫力って言葉にちょっとどうなんだろうっていうふうに思ってたんでそういう話を以前、えー、動画でしたと思うんですけれどもそのことについて、えー、この峰先生のですね記事をもとに、えー、ちょっと、えー、ポイントをお話したいなというふうに思います。 で免疫って言うと免疫の機能なんですよね。あの免疫の力じゃなくて機能ってどういうことかっていうと、例えばですね、これ見てください、テレビとか DVD のリモコンってありますよね、あれの機能っていうと、例えば電源のスイッチ、ボタンを押しますよね、そうすると電源がつくと、で再生っていうのを押すと再生されるとか、早送りのボタン、ピッと押すと早送りされるとかですね、あのコマ送りだったらコマコマコマっていうふうな感じで、えー、コマ送りのボタンありますよね。 あとは録画の機能だったりとかこういうのが機能なんですよだから、えー、それに力を入れると電源力ってよくわかんないですよね再生力とか早送り力って意味わかんないじゃないですかだから機能っていうのとその力で表現するような、えー、ものではないんですよね でですの例えば免疫の機能として考えるとそれが低下するとどうなるかっていうと感染症とかがんになりやすいですよとかそれが逆にこう機能が更新すると自己免疫疾患とかアレルギーとか膠原病とか膠原病の中にはこう関節リウマチとか全身性エリテマトイレスとか多発性動脈炎とかですねそういうものがあるわけですよね結局その免疫機能が更新してしまうことによって自分の体自体を攻撃してしまうことによって起こる病気がありますよということで じゃあその機能を強化したりとか、えー、低下を予防するためにはどうすればいいかみたいな話なんですよね免疫の低下ってう、えー、強化というふうなものでいうとどういうものがあるかというと例えばこういう、えー、ワクチンとかの予防接種ですよねインフルエンザの、えー、予防接種ですとかいろんなありますね百日咳とか日本農園とかですねいろんな。えー ワクチンがありますけれどもそういうのを、えー、差し木に打っておいて実際にかかった時に弱,弱く、えー、しっかり、えー、体が対応できるように、えー、しておくというのが、まあ、免疫機能の強化というふうに言えるだろうということですねでその免疫機能が低下してしまうことを予防するためにはどうすればいいかといったらやっぱり生活習慣なんですね食習慣を整えて運動習慣を整えてストレスを解消を えー、しっかりやっていくというのが、えー、免疫機能を低下を、えー、予防するための方法ということなんで免疫は力というふうに。 考えるととととちちょっっおかしなな話になっちゃうよというよいことで免疫力を高めるとかそういう風な話をしてしまうとちょっととんでもなんじゃないのっていう風にレッテルを貼られてしまう恐れがありますから、えー、施術者の方はですねぜひ気をつけていただいて、えー、さらにはですね、えー、一般の方でも免疫力って言葉を聞いたらうんっていう風に思った方がいいかなという風に思いますということで、えー、今回の動画は終了させていただきますごご視聴いいただきありがとうございます。